絶対にやりたくないけど一度やってみたい職業は、刑務所で死刑の時のボタンを押す人。絶対やりたくないんだけど、どんな気持ちになるのか知りたい。その遺族で自分の誰か知り合いが死んだとかだったら、死ねやおらって押せると思うんだけど、その事件には全く関係ない僕っていう状態で、仕事で首吊りの縄を首に巻いてボタンをポチッと押すわけじゃないですか。そのね、ポチはね、多分押せるんだよね僕。あの、押すこと自体はそんなに難しくないから。ただ押してその人がダーンと落ちて、でその後刑務官の人たちがこう体を押さえて、こうお医者さんがこう見に行って、脈拍がかかってこう10分ぐらい経ってみたいな、その時間の中で僕は人を殺してその人が動かなくなってるのを見続けてるんだっていう時に何を思うかが知りたいという意味で、はい、死刑囚同士やらせたらいいんじゃね。あ、でもね、あの、皆さん全然気にしないと思いますけど、オウムの死刑囚の人たち何人も死刑で殺されたじゃないですか。なので何人かあのボタンを押している人がいるんですよ。だからその人たちがどう思うかっていうのって、皆さん全然知らん間に社会へ回ってるんですけど、多分その人たちって人殺した重み感じてると思うんですよ。で、まあ冤罪かどうかわかんないんですけど、世の中って冤罪事件もあるわけじゃないですか。まあでも有罪ってだから悪人なんだなって言って押して、でその後に実は冤罪でしたって出た時にどう思うかだよね。いや、僕が押さなかったとしてもきっと誰かが押してたから、別にその人が死ぬことと自分は関係ないんだって切り捨て方はできるんだけど、でも悪いことをしてない人を給料をもらうっていう仕事の中で殺したわけじゃん。その給料いらねえわ、この仕事やめてやらって言ったら、人を殺すっていうことを自分の手でやる必要はなかったのよ。でもいくらか知らないけどさ、月給30万とか40万のためにさ、人を殺したわけじゃん。でその殺した人はさ、無実だったとしたらさ、すげえ重くねって思うのね。あれって7人くらいが同時に押して誰か押したかわからないシステムだよ確か。僕もそう思ってたんですけど、なんかあの死刑場の再現の話とかそこら辺見るとそうじゃないんですよ。あの大島渚さんが作った死刑場を再現したドラマ、死刑場のセットとか、あとなんかの本で見た時もそうじゃなかったんですよね。なのでボタン1個なんじゃねっていうのが僕の今の予想です。はい。